ね、下手に動くとね、眉毛が見えちゃうんですよ。よいしょ。眠たいね、みんな。暗い？奇跡的に目が覚めた。おめでとうございます。衣替えしたん？してない。衣替えもしなくちゃ。でもまだ長袖着るかなと思ってしてないわ。半袖寒くないの？そんな寒くない。もう目がしょぼしょぼする。半袖寝てますね最近。暑くて寝るときは。ゴールデンウィークなんだかんだあっという間だった。起きてどのくらい？うちね、58分に起きたから5分ぐらい。ほら汗かいてるもん。マリア、昨日はね、前髪をねお風呂上がって乾かしてからもうねうねってました。毛布が熱くて目が覚めるときあるね。わかるわかる。今日も二度寝タイムするよ。しっかり二度寝します。なんかめっちゃ眠たかった今日朝ね。目が半目で起きた。ウェルちゃんが前髪セルフカットの配信してて、マリアを見せてたよね一時期。よいしょ。こちら？今日ヨーグルトを買うの忘れてね。お腹すいた。ピエン。
いつも夜めっちゃお腹空いちゃうんですよ、なんか寝る前とかに。でもお腹をね鳴らしながら寝るんですけど、いつもその寝るときに目閉じながら明日何食べようって考えるのが好き。部屋の掃除をした。昨日しました。明日何食べようかなって思いながら寝るの。ズームはやらないの。ズームはでもあれです、ホームルームとかでやってますよ、学校のね、使ってます。今日は何食べるか決めた。今日はね決まんなかった。いつも決まんないんですけどね、なんか決まっても全然違うのとか買っちゃうんだけど、セブンのね芋けんぴが甘くて美味しくて好き。あくびしたから、ダメダメだ。ビビアン腹筋終わったんでしょ。セブン専用のお菓子コーナーの、そうセブンのところに入る、うん、セブンのところのお菓子コーナーに置いてある芋けんぴが好き。今シェカラシカの団結バーベキューを見てるのだけど、まやちゃんが小さくてとても可愛すぎるよ。懐かしい。また特典映像でなんかみんなでさ修学旅行みたいなのしたいね。芋けんぴより干し芋が勝っちゃう。干し芋の方がなんかいいらしいよ、ダイエット中とかは。だってママ、何が干し芋の方がダイエット中いいんだって。あ、そうなんだ。ママが干し芋買ってたこの前。美味しいです。食べたの？セブンに行ったら毎回アイス買う。毎回ではない、マリアは。でも毎回甘いものは買っちゃうね。一日一個甘いものって決めてるから。だから太るんだよ。Pルーム嬉しいね。めっちゃ嬉しい。マリア50人目ぐらいにもうフォローしてました。ティラミスモコ、めっちゃ気になってるのそれ。芋けんぴって硬くない？芋けんぴは硬いけど、それがもう良くてもう止まらない。もう熱盛りしながら麹食べてたらもう一生食べれる。特典映像で咀嚼音みたいなのでサク食べとったっけ、わかんないや、忘れちゃった。大学芋も好きです。だから大学芋の硬いバージョンみたいな感じじゃないですか、芋けんぴって。マリアなんか急に食に興味なくなったりするんですよ、ご飯食べてる時に。急になんかこうやってご飯食べてるじゃないですか、そしたら急にえ
もういいや、お腹空いてるのに、もうなんか食べなくてもいいかなとかなっちゃうの。昨日もそれが急になった。夜ご飯最初から美味しく食べてたのに急にあれ、もう興味なくなっちゃった。でママにポテチ与えられてしっかり食べた。夜に食べちゃった。ポテチにはね興味あったみたい。もうそうなったら全然箸が進まなくなっちゃうんですよ。半分ぐらいだけどねポテチ。昨日は大掃除頑張ったから板チョコも食べましたもん。夜ご飯、お昼ご飯に、あ、お昼ご飯のデザートにか。豚キムチかニダレバどっちが好きですか？豚キムチ。今日で20回訪問したことになるらしいです。おお、じゃあ100回目指しましょう。ゴミ出しは夜、ゴミ出しは夜です。最近はママと二人で行ってるけど、最初の頃はさ、どっちか一人で行ってたから怖かった。ゴミ出し夜、なんで夜なんでしょうね。ねえ、なんでなんだろう。福岡だけなのかな。びっくりした。夜に回収しに来るの。そうなの、だから夜に出すんですよ。夜ご飯食べてからゴミ集めて夜に出します。で、夜に出したついでにコンビニとか寄っちゃうんですよ。夜の方が便利よな。まあ確かに。でも朝さ、こうやってお休みだったらさ、朝とかさ、だってさ、こう出る予定がないからそのまま出なきゃだもんね。夜の方がなんか出る気で出るよね、何もなくても。朝は眠たくて出れないよ。ゴミ出し寝坊パターン、ゴミ出し寝坊パターンよくあるかね。マリアはね、学校行くときにね持ってってたよく。群馬の時は朝、寝起きの顔と髪見られるの嫌だしね。あ、マリアもう全然大丈夫になっちゃった、寝起きの顔と髪。だっていつも毎日見られてるもん、みんなに。夜だと回収の車が来ると音が気になるくらいかな。あんまり気になったことないわ。全国ベスト3の治安の悪い福岡市。あ、そうなの。全然そう思わない。マヤの住んでるとこがいいのかな。マンさん寝起きいいから。マリアはね、寝起き3分後ぐらいはいいんですけど、寝起き2分ぐらいまでは本当に目開いてなくて、さっきも配信始めようと思ってちょっと早めに座ったんです。1分前ぐらいに座ったから、こうやってね、こうカメラセットしたら、カメラセットしてた顔がもうみたいな顔してた。もうなんかみたいな、めっちゃ寝不足でびっくりした。
防犯と渋滞とカラスよけが夜回収の理由らしい。ええー、そうなんだ。じゃあ全部夜にすればいいのにね、全国。まあ寝起きは不機嫌な人とかもいるかね。確かマリアはそんなね、寝起きもね、寝起きじゃなくてもね変わらない。でもさ、一時期不機嫌だったよね、マリア。全然喋んなかったくない？いつだろう、中2かな。そこら辺、中3かな。起きて2分で話せるのすごいと思う。マーサの寝起きドッキリ見てみたい。でもマリア寝てるときどんな感じかわかんないもんね、自分じゃ。どんな感じなんだろう。パッてなんか何時に起きるぞって意気込まないと起きれないかも。意気込んでも起きれない時あるし。これって学校ある普段の生活だとショールーム配信どうしてるの？7時か7時半ぐらいからしてます。自分の寝言で起きたことある？マリア、あんま寝言言わないと思う。寝言はあんま言わないから起きたことない、自分の寝言で。怖い夢で起きたことは？怖い夢で起きたこともね、そんなないですね。なんか寝言録音アプリ使いたくない。確かに。まだ寝言録音アプリを使ったことあるけど、本当にマジでママの寝言が録音されてるぐらいだった。そういえば今10時だった。そうよ、もう10時だよ。マーさんって普段どんな夢見てるんだろう。マリアあんま夢見ないんですよ。夢見ないのか覚えてないのかわかんないけど、全然夢見なくて、たまにこう本当にさ、30分前とかに起きちゃってあと30分寝れるって時に、その30分で夢見る時とかはある。今日なんか騒がしい夢見てる。なんかいつも急いでる気がする。急いでるか焦ってる気がする。昨日握手会のねやつを撮ったんですよ。そしたら急にカラスがもうね泣き出してね、びっくりしちゃった。夢を覚えてないのがいい睡眠。お、じゃあまだいい睡眠してんだ。急いでる夢っていい夢なんだっけか。あ、そうなの。急いでるか焦ってます。ではなんか定期的に見る夢があって、なんか雪道にちっちゃな檻があって、本当にこんぐらいちっちゃいクマが住んでて、そのクマに会う夢をよく見てた昔。あとさ、今もう忘れちゃったけど、いつも夢に出てくるさ、ショッピングモールとかあるよね。いつも夢に見てくるここのデッドオロとかさ、マリアなんか大きな道路に曲がり角になんかおしゃれな家がある道をよく見る。あれ何なんだろうね、よく見るやつって。あと山道になんか
なんかがあるみたいな。だから山道登ってるみたいな夢もある。夢の中って全然速く走れなくてビビる。マリア、その気持ちわかんないんだよね。過去の記憶の可能性も。でもそんなとこ行ったことない。マリア、前世の記憶やでだって。そうなの。今日はメイクする？しないかも。誰でも毎日見るらしい。じゃあ覚えてないだけなんだ。カラスがもう昨日ぐらいから元気です。ずっと実際にはね、多分行ったことない、見たこともない。そういう道とかお店とかが出てくる。焼きまんじゅうって美味しい。美味しいよ、めっちゃ美味しいよ。メイクしないときは TikTok 撮らない。撮らないね。寝相もいいの。寝相も良くなりました最近。見たことない道は今後行くのかもね。わっ、すごい。それだったらすごいわ。夢にマリアちゃん出てくることある。ファンサもらえんかったピエン。ファンサ、デジャブ、デジャブってよくあるよ。まあデジャブだなって感じたことない。え、これデジャブだとかない？感じたい。デジャブだって言いたい。なんかかっこよくない？あ、わ、デジャブだわ。もう見たわ、どっかで。デジャブだとか言いたい。この間ショールーム見ててめっちゃデジャブだった。本当に？俺結構デジャブあるよって。なんかかっこよくない？俺結構デジャブあるよみたいな。全然デジャブ感じたことないわ。俺の友達めっちゃデジャブ見るからうるさい。めっちゃ面白いそれ。ピーちゃんのマリアのコメント本物だよね。本物ですね。2個目にコメントしちゃったもん。最高ですよね。ピーさんのショールーム大好きだったから嬉しいわ。授業中とかにデジャブって言い出す。でもそれはもうなんかデジャブって言いたいんじゃない？マリアみたいに。やっぱりデジャブだわとか言って。もう P さんのさ、ショールームは癒されるし面白いし最高だよね。めっちゃ骨を鳴らしちゃう。学生時代なんか言いたいことを連発したい時あった。なんかたまにさ、うわ、謎でここって今言いたいとかなるくない？でこう誰もいないとこに謎でここ
増えた。黙ってる、そんなすっきりせんかった。思ったよりすっきりせんかったとか思う。めっちゃ定期的にナタデココって言いたくなる。もう今めっちゃナタデココって言いたいってなる。面白い。パンナコッタ、わいいね。パンナコッタもいいわ。夏でココと一緒ぐらいいい。パンナコッタも。マリアもパンナコッタもいいよ。杏仁豆腐は、杏仁豆腐はあんま好きじゃないな。あとなんかあったかな。そう、なんか響きが好きです。ナタデココとかパンナコッタ。早口言葉はね苦手。滑舌悪いんですよ。滑舌も言いづらいもんだって。なんか空気がスースー抜けちゃう。生呼びタイムスタート。ティラミスも好きだけどね、言葉はあんまりかな。マーシャン、アスカ、メグちゃん、サキト、ハシモッちゃん、コナン、練乳、福気をちゃんとくしちゃおうたん、はるべ、と突然、あ、名前をタイムがね、あや、のりぞ、銀ちゃん、博多の DD、ひろみ、クッキーくん、あいり、ぺぺぺぺぺ、福なこみくん、たんたん、ちか、終了。13位、トウキさん。12位、タクマバシバシ。31位、ネティブコデさん。10位、神崎まさかずさん。9位、ひできちゃん。8位、ペコさん。7位、矢野さん。6位、ひかるびさん。5位、ひろっちさん。8位、はしもちゃんさん。7位、ひでさん。3位、2位、ザギザギザッキーさん。1位、あすかさん。おめでとうございます。ということで、皆さん見てくれてありがとうございました。今日は一日ゆっくりしたいと思います。最近活動的だったんでね、なんか昨日掃除したから足が疲れたのか、すごい足に疲労が残っております。ということで今日はゆっくり過ごします。バイバーイ。